トアニアの総合戦士、シュートユーロッパ王者、ケスタティス・スミルノバス。いよいよベスト4の最後の一つの椅子をかけた戦いです。青コーナー180センチ84.6 キログラム、桜庭和志。ヒーローズ初見山、咲き乱れるか真夏の夜の桜。赤コーナー178センチ84キログラム、ケスタティス・スミルノバス。憧れの男との戦いを、リトアニアの総合選手、レフリー、ケスタティス・スミルノバス。ジャッジ、タイラー・ナウユキ。さあ、いよいよベスト4最後の一つの椅子をかけ、サミープレゼンツヒーローズ2006ライトヘビー級世界最強王者決勝トーナメント、決定トーナメントの準々決勝を迎えました。1ラウンド10分、2ラウンド5分、延長1ラウンド1本か、あるいは KO か TKO か。さあ、桜庭にスミルノバス。ヒーローズのリング、8ヶ月ぶりの戦いとなります。桜庭和志、はい、ベスト4の最後の椅子をかけ、8ヶ月ぶりの桜庭、ヒーローズ初見山。ファーストコンタクトは果たしてどのような形となるか。飛び込んでいった桜庭、踏み込んでいった。まずは小さなパンチを繰り出していきました。シュートボックスでね、はい、ずっと1ヶ月ぐらい特訓していた打撃ですよね、はい、いや桜庭選手初登場、ワクワクしますね。楽しみですね、はい、阪神ブラジルに渡り打撃を磨いてまいりました、はい、37歳の桜庭和志にとってまた新たなる挑戦ということになります。スミルノバ選手はパワーありますしね、はい、それからあと技は本当硬いんですよ。ミドルキック、それをかわした桜、さあアッパーが入った、スミルノバスのパンチだ。ゲンダだ、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 スミルノバスが打つ。ロープ際、ロープ際、なおもパウンドに行くか、スミルノバス。さあ、スミルノバス、鉄椎を振り下ろしている、拳を振り下ろしている、桜庭片足に絡みついているが、さあ、耐えられるか、伊藤アニアの総合選手、さすがに総合の熱い、ちょっとぼーっとしますね、ぼーっとしますね。桜庭、なおも後頭部を投げての強打が続く、さあ、耐えられるか、37歳の桜庭和志。2006年初めてのリング、8ヶ月ぶりの桜庭。打ち合いに行って片足にしがみつく、これは冷静にあの足を踏みに行ってるのか、もしくはあの無意識のうちにやってるかもしれないですね。なるほど、無意識のうちにやってると思います、ね、さあここから、あ、これまたパウンド来ますんで、マウンドだ、動かないと、マウンドポジション、マウンドポジション。いや、効いていますよね、無意識ですね、これ、無意識ですね、完全に効いてますよね。チョーク、後ろからチョーク入りました、首を締めに行った、チョークスリーパーだ、あ、まだ大丈夫ですね、離れました、離れました、チョークスリーパーが離れました。さあ、下からの攻め、三角いけるか、もう一度マウントに入るか、依然に、依然として、ね、桜庭苦しい体勢、桜庭苦しい体勢、ミスター総合格闘技、桜庭和志、ヒーローズ初見山のこのリング、力の強そうな相手だとこの相手の印象を語った桜庭ですが、序盤からスミルノバススペース、今の頭がぼーっとしますね、これだけ殴られれば ね、これだけ殴られれば。1ラウンド目は10分間、なんとかこの猛攻をしのぐことができるかどうか。桜庭ニュートラルコーナー、さあ桜庭の意地とプライド、右目をちょっと軽く見ましたね。最後は桜庭の意地とプライドだ。ベスト4を目指すスミルノバスが、あ、ちょっとまだ意識が戻ってきてるでしょう。両方腫れてます、はい、レイが胴にタックルに行って、再び桜庭の体を倒していきました。さあ後ろからまたチョークだ、後ろからチョークスリーパー、もうほとんど無意識じゃないですかね、まだね。さあ体が離れました、目も見えなくなってるから、あー、力がなくなってる、右のフック、力がなくなってる、右のフック。8ヶ月ぶりの、意識がないんじゃないですか、朦朧としているのか、左フック、桜庭よ、桜庭よ、子供の頃に憧れたあのタイガーマ
なりたいと思い汗を流した体を作ってきた魂を鍛えてきた。チャンスですよ。来ましたよ。来ましたよ。来ましたね。来ましたよ。自分は 100% ではない。相手 100% になりたい。強くなりたい。その一心で練習をしているという37歳の桜庭。アッパーだ。シュー来ましたね。魂のパンチ、魂の打撃を叩き出してきました桜庭。さあ何を思う桜庭。冷静なその気持ちを取り戻してきたか、このリング上。第1ラウンドは10分間両者スタンディングの体勢。さあスタンディングの体勢、桜庭一流の寝技は果たしてどこで出てくるか。スミルノバスもちょっと打たれ効いてるし、打ち疲れましたね、はい。序盤は完全なスミルノバスペース、なんとかその次の打ち合いでもしかしたらどっちかがダウンするかもしれないですね。そうですか。どっちがしてもおかしくないですね、なるほど。おかしくないですね。まだその桜庭流の桜庭のパンチ、ブラジルのシュートボクセで学んだその打撃、鍛え上げてきた桜庭は打撃を見せている。その打撃でブラジルで学んだ打撃で、おすごい、こんな桜庭は見たことない。いいですよ、これチャンスですよ。こんな桜庭を見るのは初めてか。相手顎がだいぶ入って効いてますからね。でも桜庭選手打たれてますよね。それでも打撃に断る。打撃だ、打撃だ。来ましたよ。ふらついた、スミルノバス、桜庭のフックにアッパー。完全に来ましたね。攻める桜庭、右入った。またアッパー。スミルノバス、立っているのが精一杯だ。蹴りも欲しいですね。蹴りも。封印して、完全に桜庭が打撃で攻める、打撃で攻める。さあ腕を取りに行った。壮絶な試合になってきましたね。腕を取りに行きました。桜庭もう本能ですね、ほとんど記憶がないんじゃないかと思ってます。さあ桜庭よく取り戻した。さすがね、こういうのが修羅場をくぐっていただけありますね。腕を取るか、腕しきだ。スミルノバスの腕は伸びるか、腕しき。さあさあこれ最後の力を、最後の力振り絞れるか桜庭。頑張って。かつてあのホイラーグレイシー、ホイス、ヘンゾ、ハイアンと撃破してまいりました。さあ腕を取って、先端で伸ばせるか、伸ばせるか。決まった、決まった、伸びた。桜庭が腕しぎ十字型で変えますね。変えますね。ハラハラさせ、ハラハラさせますね。抑え入れなさい桜庭、おめでとう桜庭、やはりあなたは桜庭です。ハラハラさせますね。いやースミルノバス強かったですけど、薄れゆく意識の中で朦朧としながらもスミルノバスの方向をあえてしのいで買いかぶった。これですよね、桜庭選手の凄さ。桜庭です、これが人気あるという秘密ですよね。これが桜庭です、まさに真夏の夜に咲き乱れている桜吹雪、有明の夜に季節外れの桜吹雪、満開の桜が今一斉に吹雪となって桜庭の頭上に降り注ぎます。これは今の桜庭選手、これはこれ完全に効いてますよ ね、これで効いちゃったらですね、もう落ちてますもんね。これ立ち上がりで食らいました。これはダウンですよね、はい。さあそれでは8ヶ月ぶりのリング、そしてこの有明でヒーローズ初参戦、桜庭。ヒーローズの皆さん、はじめまして桜庭です。ちょびっとなんで僕がここにいるのか半分ぐらい記憶飛んでるんですけど、これから頑張りますのでよろしくお願いします。今後ともヒーローズ
よろしくお願いします。ありがとうございました。今桜庭の脳裏には今日の試合の中でどのぐらいの記憶が残っているのか。いやいや、ほとんどないですよね。今下回ってなかったですね。回ってなかったですね、ほとんどないですよね。ほとんど無意識ですね。はい、この後はこれは効きましたよね。これダウンしてね、まあこの後パウンド攻撃を食らうわけです。しかしそれをしのいだ後で桜庭があのパンチを繰り出していく、まあ、そのまさにあの残り5分あたりからですかね。そうですね、これ全部シュートボクシングでやってた練習のコンビネーションじゃないですか、はい、しっかりとやっぱり練習したことが出てるんです ね、 そうですね。この復活の反撃、そして最後はグラウンド、桜庭一流の寝技、スミルノバスがついにその腕を伸ばしてしまった。 KS オレンジ色のこの桜庭のまさにおなじみのトランクス、その桜庭が最後は腕ひしぎ十字固め、リトアニアのヘスタテツ、スミルノバスを一本で破りました。